Always On ディスプレイの設定方法をご説明します。画面がオフの状態でも日付や時刻、通知などを確認することができます。それでは設定してみましょう。ホーム画面から設定をタップします。表示のタブをタップします。 Always On ディスプレイをタップします。上部のスイッチでオンオフを切り替えられます。コンテンツをタップすると表示スタイルを選択できます。これで設定完了です。Always On ディスプレイをぜひお試しください。